地質図、地質図、地質図、ジョバロジェクルマップとは、地表付近の各種地質体、地層、その種類、体積内視形成年代、元層等により分類し、その分布や類重関係、断層や集局等の地質構造を表現した地図のことである。厳密な定義では、地質図とは口実の地質平面図のことを指すが、 地質調査総合センター観光の地質図幅のように、地質断面図や地質中上図も併記されるのが一般的である。地質図は地質調査で得られた情報をもとに、体積学、古生物学、創除学、構造地質学等の知識や地質図学の技法を用いて作成される。調査で得た情報をもとに、地質構造を解析した結果を表記したものであるため、 得られた地質情報のの量やその精度、地質図作成者の思想、解釈によって、同一地域であっても出来上がった図面の内容えが生ずる場合もある。地質体の分布を地形図上に表現したものを地質平面図という。地質平面図は地表に見られる地層を記載し、地層分布と地形等高線から三次元の地層分布が復元でき、 地質構造発達史を読み取ることができるものである。同様に、地質体の分布を円直断面で表現したものを、地質断面図という。通常、地質断面図を作成する場合、地質構造発達史を読み取ることができるように、断面の位置を設定する。しかし、土木工事等で利用するために作成される、地質断面図の場合、 目的とする工事に応じて利用しやすいように断面の位置が決定されるため、地質構造発達史とは直接関係のないことが多い。地質図上に表現される各地質体全体の相縦関係を示すために地質中上図が用いられる。地質平面図の作成には地形図が用いられるが、地形図が地表の地形に植生、土地利用、建造物、 道路を表示するのに対し、地質図は地上の構造物と表土を除外し、地盤、土地の地質体構成を表示する点で異なる。古くは古代エジプトの紀元前1150年に、書かれたには建設用の石材や、近郊の場所などの地質情報が記述されていた。近代地質図では、英国の土木医師、地質学者であるウィリアム・スミスが1799年に、 バース近郊の地質図を1815年には英国全土の地質図であるイングランドとエールズ及びスコットランド一部の地層の描写図を完成させた。これらは近代地質図の最初のものの一つと認識されている。米国ではスコットランドから帰化した地質学者のウィリアム・マクルールが独自に地質調査を実施し1809年に米国のを作成した。以降、 各国で国土資源開発や防災の観点から国家事業として地質調査が行われ地質図が作成されていった。日本においては農商務省が1882年に地質調査所、現地質調査総合センターを設立し、1890年に初の地質図が編纂された。以後、地質調査は継続され、 より精度の高い地質図へ改定されている。1881年に創設された世界地質図委員会には各国の地質学会が加盟しており、大陸及び全地球レベルでの海洋、大陸などの地質図を出版している。地質図は単に学術的な目的のほか、資源開発を目的として、島上鉄交渉や石油、地下水などに代表される、 鉱物資源やエネルギー資源等地下資源の分布状況を把握するために利用されてきた。近年では時間事故を加えたシーケ検ス創除学を用い、生成されているであろう地下資源を推定するための基礎的な資料としても利用されている。ダムや原子力発電所、工場、トンネルなどの土木建設工事においては、断層や岩盤の分布や正常を把握することが 候補地や候補等を検討し建設計画を策定する上で重要となる。その目的のために作成する地質図を土木地質図といい、計画、設計、思考、維持管理を行う技術者が利用するため、通常行われる地質調査に加え、目的の構造物に合わせ土木地質の検知から岩盤の強度、風化度、湧水状況など必要に応じた調査を 実施し得られた情報が付記されている。地震や火山の噴火、土砂災害などの自然災害の予知や対策、防災のためにハザードマップを作成する際にも、地質図は必要である。地質体の分布を表現した一般的な地質図のほか、利用の目的に応じて、火山地質図、海洋地質図、水利地質図、等色々な種類の地質図が作成されている。一般に、 地質図は競争における地質体の分布を示した図であるが、これに対して地下における地質体の分布や工学的な指標を表したものに地盤図がある。地盤図は主に都市部の平野中積定地で作成されており、他目的に実施されたボーリングの中上図をもとに作成されたものが多く、同じ図面においてもデータの精度が一定であるとは言えない。他に、 表層部分の土壌を区分しその分布状況を示すものとして土壌図がある。現在、日本全国の地質図は産業技術総合研究所地質調査総合センター旧地質調査所が調査、作成しており以下のものが刊行されている。以上の地質図のうち100万分の1から20万分の1の地質図幅は火山地質図については 最新の調査結果をもとに改定が行われている。また、紙の地質図のほか、CD ロムによる数値地質図も刊行されている。他にも、国土交通省でも5万分の1表層地質図、土壌図及び2万5千分の1土地条件図を刊行しているが、国土交通省のサイトでの閲覧、ダウンロードもしくは都道府県立図書館での欄のみで販売はされていない。 地質図の作成にあたっては、国際規格として、ISO710 から1、ISO710 から2、ISO710 から3、ISO710 から4、ISO710 から5、ISO710 から6、ISO710 から7が定められている。日本国内においては、これらの規格をもとに、j i s a 0204が作成され、用いられている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。